こんばんばは今回も日本から基礎から学ぶ暗号資産丸分かりセミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございますありがとうございます。 今夜もマネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島さんとともに進めてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて暗号資産まあビットコインの相場ですけど、三、はい、月上旬ぐらいから結構上がってきて、そうですね。はい、銀行破綻があって直後はあの下落したんですけれども、はい、まあそれがかえってその景気に対する懸念からまあ金との連動性が直近高まってまして、うん、まあ金があの一応さ二千ドル あのこういったたタイミングがあったと思うんですけど、はい、その時にはビットコインも実はこう価格が値上がりしていると<ー>いうことがあったりだとか、まあ、その銀行破綻によってそのステーブルコインが少しこう危ないんじゃないかっていうような懸念が出てくる中でビットコインがその暗号資産の中でもまあ比較的こう安全資産として今買われているというような状況の中で。 今強い動きになっているそういう状況になってますねなるほど暗号資産全般が上がっているわけじゃなくて、うん、その暗号資産の中でもビットコインが選別されて上がってるっていう,う、ね、まあ有料銘柄的な感じの位き続けになるんですねなんかリスク資産っていうふうに思いがちなのでこういう不安感が高まる時って、うん 結構早く下落しちゃうんじゃないのって思いがちですけどそ、はい、そううででではないんすすねそうですね、まあ、実はその新型コロナウイルスが発生したその 2020, 2020年の初めのあたりも、はい、まあ実はその新型コロナの景気がちょっと悪化するんじゃないかという懸念の中で、うん、まあ金がこう価格値上がりする中ビットコインもそのデジタルゴールドとしての性質みたいなところがまあ意識されて。ああ あの買われたんですけれども、それが今、直近でも起きているというような状況になってますね。うん、なるほど。まあなるね、買い場が来るんじゃないかというふうにて、ね、ま、ねはい、ずおっしゃってましたけど、はい、これが結構前倒してきたという感じでは、決してそれはですねあの、今回の銀行破綻によって、まあ、利下げのタイミングが早まるんじゃないかというところも今、うん あの直近アメリカで議論されていると思うんですけど、はい、まあその利下げがこう早まるとですねやっぱりそのリスクアセットとしての買いもこう入りやすくなってくるので、うん、えまあ両面からの買いがもしかしたらこう入って、はい、あの強い値動きになるかも分からないという状況ただ、アメリカのでそは暗号資産規制があのかなり厳しくなっているので、はい、まあそこが少しこう上値を抑える材料になるのかなという感じですね。そうですね今回の,あの、えー 金融システムの不安に対してもその暗号資産関連からスタートしたんじゃないかっていう感じがねそ,そのアメリカの当局がもう暗号資産業界をまあ締め出すようなそういう姿勢をとっているので、うん、まあ今後こうアメリカの規制さらにはこの来その5月ですね広島で開かれる G7 サミットのところでも 暗号資産の国際規制議論されるというふうに言われているので、まあそこがこうどういう内容になるのかっていうところが目先注目かなと。なるほど、わかりました。えー、さてさてチャットにももうすでにコメントいくつかいただいていますね。えー、ドクター K さんからは有料資産というより暗号安全資産。ねうんうん ですね、微妙だけどというコメントもね, <laughs> ま,すねまたジェイドさんから、はい、景気後退を織り込み始めたってことかという、ねうん、コメントもあったりとかあとは「えー、とドリトル先生ドリトル先生」ドリトル先生でいいのかな <laughs> 頭に「とついてますけど <laughs>、はい、暗号資産も淘汰される時代に突入したということですかというような、ねうね、コメントもいただいてます。はい また質問いただきましたら番組の中、また番組の最後のところでも質問タイム取りたいなと思ってますので、ぜひぜひお寄せください。はい、お願いいたします。えっと、ハートのマークがついてるんですよね。これ書き込んでいただいた方のところに。で,ね、で、これが一応なんかあの、 優先順位をつけるといいうううかそそでですそうです、うん、この質問いいねと思ったらですねこのハートをクリックしていただくと数字がこう上がってくるんですよね、はい、なのでその数字が多い方から優先して取り上げていこうかななんていうふうにも思ってますので是非是非クリックもしてみてくださいご協力お願いします。 さて、えー、とこのところこの基礎から学ぶ編に変わりまそうですねリニューアルしまして、はい、これが第2回目になり、ね、ますね前回はブロックチェーンとはでしたちょっとおさらいからいきましょうかはい、はいえー。それではですね前回のおさらいになるんですけれども、えー、ブロックチェーンとはということで、えー、まず大前提としてデータを記録する台帳、つまりデータベースであるということをお話しさせていただきましたで、さらにはそのデータベースを、えー、まあ世界中のいろんな 人たちがこう持ちが持合ってて、えー、そのの上での取引を監視しているなのでまあ何か誰かがこう悪さしようとしても、うん、まあそれがこう全体に分かってしまうなのでまあセキュリティ上安全なんだよという話をさせていただきました、はいでまあ、その取引をするにあたっては、まあ、マイナーと呼ばれるような人たちが取引の内容を検証してでその検証の対価として新しく発行される暗号資産が得られるというような、まあ、そういう仕組みになっているということですね。はいでまあ 世界中のコンピューターがこうつながっているので一つのコンピューターが停止しても、まあ、全体ブロックチェーンはまあ動き続けることができるということがまあ重要であってでさらにその暗号技術を使って改ざんが極めて難しくなっているという話しました、はい、で何よりその暗号資産を発行するその基盤としてブロックチェーンが存在をしていてで、まあ、その上でこう、まあ、ビットコインをはじめとするいろんな暗号資産がまあ今実際取引されているそういう状況になってますね。はい までまあ、今回はマンゴー資産の,の元祖ともいえるえビットコインについてあのお話ししていきたいと思っております。はい、今日はビットコインについてですすそうですね、はい、でまず初めにですねあのビットコインっていうと何かこう、うん、ビットコインはビットコインみたいな感じで、まあ、オ,リオリジナルな感じでこう、うん、捉えられることがあるんですけれども、うんはい、実はビットコインもあのブロックチェーンを使ったアプリの一つ。 という位置づけになっております。うんはい、今そのブロックチェーンを使った、えー、まいろんなあのサービスが作られてるんですけど、まあそういった数ある中の一つがビットコインということですね。まあ、それが、えー、まあブロックチェーンが始まる時にこうビットコインが出てきたので、それがまあうーんどうしてもこう連想されてしまっているという状況になっています。なので、えー、この図にえ書かせていただいているように、えー、ブロックチェーン上でまビットコインがあのー、まあ僕から あの内田さんとかにこう送信されたときにそれがまあブロックチェーンに記録されている、はいうん、でかつ、まあ、あの前回お話した通りその際にはこのマイナーと呼ばれる人たちがまあ取引を検証してで、まあ、その検証の対価として新しく発行されるビットコインを、えー、もらっているそういったあの仕組みになってます、はい、でビットコインいつ誕生したのかっていう話で、えー、とビットコインは金融システムの信頼が低下したときに誕生したで2008年9月といえば あの内田さんもよくご存知のとおりリーマーショック起こりましたよね、はいーー。すごいショックでしたね。すごいショックでしたね。うん、世界中の金融機関がもうどうなるんだっていうようなそういう,う本当に、うん、センセーショナル事件だったと思うんですけど、はい、でまあそれによってまあ銀行に依存した金融システムが本当に大丈夫なのかっていう懸念が世界中に広がっていきました、うんえー。銀行がやっぱりその中央集権的にこう管理しているので。 まあ銀行がこうダメになってしまうとお金の取引っていうことがこうできなくなってしまう、うん、まあそういったことがまさに起きたような事件だったと思います、はい、でその直後に、えー、ビットコイン実は発表されてましてでまあどういったものだったかというと、まあ、個人で自由に取引できる、えー、金融システム通貨システムとしてビットコインというものが、えー、誕生しました、うん、でこれが、まあ、先ほどお話ししたと、えー、まり、あ、世界中のコンピューターがつながって、えー、でブロックチェーンと呼ばれるような技術に 上で、まあ、ビットコインが、まあ、通貨として取引されるということが、まあ、この時はこは想定されて、うんえー、作られておりました、はい、リーマンショック直後だったんですね。そうですねなので直近、銀行破綻がアメリカで起きてビットコインが買われているというのも実はあの歴史を振り返ってみるとあ<ー>、まあ、ごく何でしょう納得感のあるような現象というふうに、えー、言うことができるかなと思います、うん、銀行を返さない通貨いうそうです、ね、はい位置づけなんですね。はい えー、もう一つ、えー、ビットコインを、えーまあ、誰が作ったのかっていう話ですね、うんえー、ビットコインは、えーまあ、インターネットの匿名性プライバシーを主張するような人たちによって開発されましったわけなんですけれどもそういた時ってインターネットをまた人たちっていうのはインターネットいはまは個人の自由に委ねるべきかみたいな議論が湧き起こったわけなんですけれどもそういった中で、えー、ビットコインの開発に携わった人たちっていうのはインターネットっていうのは個人の 個人に委ねられるべきであってプライバシーっていうものは当然確保されるべきであるというような主張した活動家がいまして、うんでまあ、そのことをまあサイファーパンクそのグループのことをサイファーパンクと言ったりだとかあるいはそういったその、うん、社会運動そのものをですね、まあ、サイファーパンクと言ったりします。はい、でまあサイファーパンクの、えー、メンバーの中では、えーまあ、その暗号技術を使って、まあ、プライバシーを確保するっていうところがまあ 主なな活動の内容になっててまして、うん、そのサイファーパンクのメンバーの中にサトシ中本これがまあ正体誰か分かんないんですけれども、はい、このサイファーパンクと呼ばれるグループの中に参加していた誰かが、えー、ビットコインを、えーまあ、発表したっていうものになってますこののさんの名前ってすごく 知れ渡ってますけどす、ねはい、本当にいる人なんですかそれともなんとなく通称的な何なか象徴的に取り上げられる名前なん、ね、なんそうですね正直あの正体が誰も分かってなくて、ええ、あの個人であるっていう人もいればあのこの資料に示したように、まあ、何人かが一緒になってやっているっていう人もいたりだとか、うん、え本当にこう誰が聡し仲本なのかっていうのは、うん、まあ業界の中であの議論されていて。 えと逆にですねこの正体がわからないからこそえまあそのビットコインの分散性が保たれていると、はい、いうところが一つ重要なのかなと思います。例えば、まあね、内田さんが聡中、まあ、本だった分かったらわっもしかしたらこの人がビットコインをなんか操作できちゃうんじゃないかね<ー>ってねってそうですね。くれないかか、そうですね。<laughs> なので、まあ、この正体がわからないっていうところが本当にあの重要なあの要素であって。 俺は聡中本だみたいな名乗り出てくる人が過去いたんですけど多分そういうのは偽物で結構流されてはいるのでここは逆に正体わからないことがビットコインの価値を担保しているんじゃないかなというふうに思っております日本人の名前が出てきた時結構衝撃でしたけどそうですよね日本人なんじゃないかっていうかつその後日本で暗号資産が流行ったので日本人じゃないかって。 っていうような意見もやっぱ多い,いあ,り、ね、ありましたね。チャットにもあのえっ、ー、とこのビットコインを知ったのは2013年頃もしくは2015年頃だったかもっていうふうに書いてあって、はい、だから我々この どうなんですか。すぐは分からなかったんですかね。そう,いう,いう,そうですね。その後やっぱりこう普及してきてっていう,かう、ね、名前が知れ渡ってきてっていうことなんですね。はい、本当にその技術者とか、えー、まあそれこそ最新テックにこう詳しい人とかの中でこうナイナイでこう広まっていったっていうところが大きくて、2013年の頃はまあ本当に。 全然ほとんどの人は知らない状況だったのかなと、ね、そうですよねドクター K さん私の中では仮想通貨バーサス中央銀行そんな書籍もあったと思う <laughs> そうですね中央銀行が悪わる日みたいな感じのタイトルとかもあったかなと思います、うん、ですね、はい、メルメイさん実は私がてんてんてんと <laughs> <laughs> このセミナーを見てたっていもしかしたらすごいことです事件です事件ですねまあ <laughs> そのサイハパンクの中で、うん 実はその暗号技術を使った電子通貨っていうのは本当にこう歴史的に研究されていて、はい、で過去の,その研究がこう積み重なってまあそれがこうようやく形になったのがビットコインというそういった位置づけになってますなのでまあ突然こう出てきたものではなくてこのサイバーンクに参加するような人たちが本当にこう年々あの研究を重ねてで過去の実績をこう組み合わせてあのようやく。 完全体といいますかそういった形で出てきたのがビットコインになってますじゃ時期も本当にたまたまリーマンショックのあとであってそれもずっと作ってきたものでっていうことなんですね時期によってどうですかねもしかしたらまた金融不安があったから出てきたかもしれないですし注目されたうんそうですねでまあ通貨電子通貨システムとして出てきたっていうことでビットコインどんな特徴があるのか という話なんですけど日本円との比較になってますで取引日本円の場合銀行を仲介してやると思いますけどビットコインは、えー、直接個人間で取引できるという違いがありますて管理については銀行が日本円管理しててビットコインは、えー、参加者同士そのブロック支援に参加している人たち同士で、うん、管理してますで検証も、えー、最初に話した通りマイナーと呼ばれる人が。 やっていてい一方日本円は銀行でですよね、はい、で発行もやっぱ日本銀行国があの管理しているのは、うんえー、日本円でビットコインは、えー、プログラムによって、えー、それが全部決められているという違いがありますなので、まあ、日本円は本当に国とか、はい、あの金融機関というものがあの管理体としているんですけどビットコインはまあそれがい,いない本当にこう、うん、世界中の人たちがあの一緒になって管理しているということが、まあ、大きな違いとしてあります。はいでまあ、プログラムどんな あのルールが決められているのかっていう話で、うん、えー、1つ目はえー、10分間隔に、えー、新しいビットコイン発行される。そういうルールになってます。はい、で、あのその発行にあたっては、あのマイニングの作業が必要になるんですけど、えっとそれだけこのマイニングに参加する人たちが増えて計算のパワーが増えてくると。 あのブロックが承認取引が承認されるスピードって上がってきますよねそうなるとこの10分っていう間隔が、まあ、若干こう崩れてしまうことがあの予想できると思うんですけど、うん、まあそれを防ぐためにそのマイニングの難易度っていうものを、まあ、大体2週間に1度のペースでこう調整するルールっていうものが、うん、プログラムとして組み込まれていますなので<ー>こうマイニングにこう参加する人たちが増えて計算量がこう増えてでまあ ブロックがどん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 承認されるようになって発行が早まった時にはその難易度を上げることによって、えー、その発行ペースを遅らせるで10分間隔に維持するようなう、えー、まあ逆の場合は、うん、その逆のルールがあの適用されるんですけどすごいプログラムですね自動に調整するようにそうですねちゃんと計算されてるわけですよねそうですねで、はあ、まあ一度こうプログラムで決められているのでそこがまあ何て言うんで,でしょうあの 変えられるとといいいううここもないっていうところがまはい、で3つ目でこれが本当にあの暗号資産市場では注目されるイベントとしてあるんですけど、まあ、半減期と言い,いまして、はい、まあそのブロックが承認されるたびに発行されるまあビットコインの量って決まっているんですけど、まあ、それを大体4年おきにえ半分にしようっていうルールがまあ組み込まれてまして、まあ、これまで3回起きています。はい、で まあその新しく発行されるビットコインの量が半分になるってことは要は市場に出回るビットコインの量があので出回るそのペースがまあ落ち込むってことなので要は供給が減るっていうことですよね。で一方その需要がじゃあ強まっていればその分やっぱ価格って上がっていきますよね。うん、相場ですもんね、はい、なのでまあ半減期っていうのはまあ値上がりするイベントとしてまあ注目されていて、まあ、実際過去を振り返ってみるとまあ3回その。 あった半減期の後にあのにビットコインのバブルっていうものが実際起きているでかつ、まあ、半減期っていうのは実は2024年の,あの初めに第4回目が予定されてまして、はいえー、じゃあその第4回目の半減期も、えー、ビットコインの価格上昇のきっかけになるんじゃないかっていうのが。 まあ来年にかけての大きなテーマになっています。うそうすると早ければ今年ぐらいにはそこ売ってそうで,、ね、で来年に上がっていくっていうのが本当、ね、単純ですけど描けるわけですよね。そうですね。そういう予想がまあ今実際増えているということですね。でまあ、えー、最も重要かもしれないですね。その総発行量が、はい、えー、2100万枚というふうに決まっています。えー、ここれからもう増えることも減ることもない。 っていうことですね金とかってあの地球の埋蔵量決まってるじゃないですか。はい、でそれと一緒でビットコインも、あのー、発行できるそあの全体の枚数がもう2100万枚ってもう決められてるんですよね。うんはい、でこれがまあ実はいつ発行し終わるのかっていうと2140年とかまあなんか僕らが本当にもう生きてない。えー ぐらいの時にビットコインがようやく全部発行し終わるぐらいの結構先なんですねそうですねっていうことは1年に発行される量ってそれほど多くないそうですねそれも、ね、かつ、まあ、だんだんこう減っているので、えー、それがまあ、えー、ようやく発行しきるのがまあ2100何十年とかでじゃあ,あのよくある質問で全部発行し終わった後どうなるんですかっていう質問があるんですけど まあ正直わ、まあ、からないっていうのが、はい、あの答えになっていてで、まあ、ビットコインってあの特定のこう開発者がいるわけじゃなくて本当にブロックチェーンに参加しているみんなであの開発どうしようっていうふうに議論されて、うん、あの方向性決まっていくので、はい、おそらく発行しきるタイミングになると、はい、えその時のビットコインのネットワークの参加者の中でえじゃあ発行量どうするみたいな議論が湧き起こって、うん、まあ 発行量を追加するっていう意見が出てくるかも分かんないですし、はいえー、発行量はそのままにしようっていうのは意見が出てくるかも分かんないですし、はいでまあ、そこでこう意見の対立が起きたらまたその前回ちょっとお話ししたハードフォークとかって呼ばれるアップデートの方向でちょっと通貨の分岐が起きたりとかそうでうよねそういうことがおそらくあの、うん、僕らがいなくなった後にあないまた全然違うなんかそのお金のシステムみたいなのができてる可能性もありますしね。ねただこの そうですね粗悪効慮がもう決まっていて誰もそれがあの変えられないっていうのが、まあ、ある種価値を担保している 2>,、まあ、2つですね佐藤仲中本の正体は分からないということと粗悪効量決まっているでかつまあ需要はそのデジタル資産市場がこう拡大するにつれてどんどん増えていく、はい、なので価格が上昇していくそうですよね考えたら本当だったらこのシステムの中では上がる要素しか考えられないですもんね。 ただその需,要に需要については投機、まあ、的なあの需要も大きいのでうん、うん、なので、もう価格があのボラティリティがすごい大きくなってしまうというところが、うんまあ、一つ問題としてはあるのかなとそうですね、金融資産の中の本当、一つ一角という感じですねそうですね、だから周りの相場にも影響されますしね,そうですね、はい。で、次ですね、ビットコインのアドレスと秘密鍵ということで。はい どういうふうにビットコイン管理されているのかという話なんですけれども、ウ、え、ォ、っと、レットと呼ばれる、まあ、財布のようなものがまずあります。はい、でこれは、まあうんまあ、銀行の口座だと思ってください。うん、で、えーまあ、その口座の中には当然、口座番号ありますよね、うんで。口座番号に当たるものがこのビットコインのアドレスになっています。 あのひもづく暗証番号あると思うんですけど、はい、その暗証番号がこの秘密鍵と呼ばれるものになってますその秘密鍵ってものがえまずこうランダムに作られて、うん、でそれの秘密鍵にい、えー、となる、えー、公開鍵と呼ばれるものが作られるんですけど、はいまあ、そこからさらにこう暗号技術でもってセキュリティを高めてでさらにその、まあ、暗号技術でもってこう暗号化されたものを ビットコインのアドレス形式にデータ変換した、まあ、そういうなんか、まあ、複雑なこう生成フローでもって,成り立っています、はいでまあ、暗証番号が漏えいしたらその秘密鍵が第三者に漏れたら、まあ、当然この預け入れられている資産というものは誰でもこう移動できてしまうので、うん、秘密鍵はあの安全に管理してくださいねっていうのは、まあ、暗証番号を こう誰にもしないでくださいいいねってううことと、まあ、同じような意味合もまあじゃあ秘密鍵をこう忘れちゃったらどう,すどうしたらいいのっていう,う質問があると思うんですけど、まあ、その時には、まあ、秘密鍵をこうあのバックアップとしてあのまた作,る作り直すことができるリカバリーフレーズってものがあるんですけどう、はい、まあそれを保管することによって、えー、またその。 ウォレットの情報を復元することができるというような仕組みになってます、ね、それでも簡単に復元できたらなんかそれすら盗まれちゃいそうな気がするんすそうですねだからまあ <laughs> リカバリーフレーズは、はい、絶対誰にもしないようにっていうことですね、はい、でまあ秘密鍵っていう結局何に使われているのかというと、まあ、取引の署名に、えー、使われているということになっておりますこれはこの後もう少し詳しくお話をしますはいで ビットコインの、えー、じゃあ何て言うんでしょうポレット内にいくらあるみたいなその残高の管理ってどうなっているのかっていう話で、うん、あの結構特徴的なあ仕組みになってます、はい、ビットコインっていうのは、まあ、アドレスにこう残高データがなくて要はその誰々さんからいくらあのどこどこのアドレスにえビ何ビットコイン送られたっていうその取引データのこう蓄積でもって今の、えー、残高っていうものが管理されてます銀行口座ってて一一つ一つに対して 残高っていうのはもちろんあって、うん、その残高データとしてデータベースには記録されてると思うんですけど、えっと、ビットコインの場合はそのデータベースの中に、えっと、残高の情報がないんですよね。<laughs> ええ残高がなかったらあとどれぐらい使えるかなとか <laughs> あ。なんかその、はい 僕から内田さんに1ビットコイン送ったってなったら、うん、あの別にその残高上残高のデータなくても、僕が内田さんに1ビットコイン送りましたっていう取引のデータがあれば、はい、あのあじゃあそこのアドレスには1ビットコインあるってわかりますよね。まあ確かにそうですね。はい。で、システム的にはい、<も>システム的には、システム的な話、はい、システム的な話で、ねな話、銀行。 ビットコインの場合はその残高データと取引データとまあ分かれているんですけど、うんはい、ビットコインの場合は残高データはまあなくて取引データがまあいくつかこう記録されている<ー>過去の取引データをたどって今のアドレスの残高はいくらですということをあの決めている確かに取引されたそれの流れがあれば数が分かれば残高は分かるということですよねそうですね。 でまあ、非常にこう、うん、複雑計算が複雑なあようになっているので、まあ、プライバシーが強いっていうところと、うんえー、セキュリティに強いっていうところがあるんですけれども、えー、でもう一つあの特徴としては、えっと、ビットコインのアドレスっていうのは UTXO とか、まあ、そのまだ使われてない、えー、取引データみたいな感じの、はいまあ、データの塊があの いくつかこうまとまって、あのー、残高が成り立っていて、うん、この UTXO1 が3ビットコイン UTXO2 が5ビットコイン UTXO3 が2ビットコインでこれ合計してまあ残高十10ビットコインですっていうふうにまああのー、まあデータとして管理されてたとしたらこのそれぞれは分割することができないんですよね。うん、で、まあ、その UTXO123 っていうのはまあそれぞれト,トランザクションのデータ取引のデータなんですけど っじゃあその分割できないのにじゃどうやってその取引を実行しているかって話。そうですよね。松島さんから私に1ビットコインくれるように、ね、なったこれだときに、まあ、5ビットコインいただいてもいいですけど。下げないです下げないです。そうですね。じゃあそういうときどうなっているのかというと、<laughs> はい、えっとまあ僕から内田さんに1ビットコイン送金するときっていうのは。 えっと、3ビットコイン、UTXO1、まあ、を消費しますと、まず3ビットコインをまず消費しますというようなことを言うんですけど、うん、そうすると、この3ビ,ビットコイン、こう一旦消えます、この使えなくなっちゃいます、そういった時に何が起こるかというと、新しいこのトランザクションデータっていうものが作られて、えー、僕から内田さんに1ビットコインで、えー、さらに自分から自分に対して、えー、お釣り、<ー>お釣りのような形で、新しいトランザクションが発生する。はい う仕組みになってますなので<ー>この後どうなるかっていうと、えーまあ、内田さんの,あのアドレスには新しく、えー、取引データ1ビットコインみたいな、まあ、1ビットコインのまとまりが追加されて、まあ、僕の方にはお釣りとして、えー、と新しい、えー、UTXO という形で2ビットコインがあのお釣りとして返ってくる。で、まあ、残高は、まあ、当然あの変化はしているんですけど。 でじゃあその時にブロックチェーンにどういったあの取引の流れが記録されるかっていうとえ単にこの僕から内田さんにあの1ビットコインを送ったっていう一つのデータだけではなくて、えっと、元あったあの3ビットコインの UTXO1 を消費しましたよっていうデータと、はい、え僕から内田さんに1ビットコインを送りましたっていうデータとえ僕から僕に2ビットコインを返しましたっていうこの3つの情報が、うん、取引のデータとして えー、ブロックチェーンには記録される。なるほど。これの積み重ねによって、えっ、ー、と残高があの管理されているので、まあさらに複雑なことがまああの想像できるかなっていうふうに。そうですね。 思いますメルメイさんから「取引データめっちゃ増え続けるな」っていう <laughs> そうですねたくさんでもまあデータなんですもんねそうです一、ね、個一個がね、はい、だからこうなるわけですよねそうですね確かにでかつそのお釣りとして帰ってくる時っていうのはえっとまあ余計にこうんか複雑になるのであんまあれですけど、えっと、自分のアドレスとはまた別にお釣り専用のアドレスっていうものが、えっと、作られてそこに、うん、あの お釣りの2ビットコインが返ってきて、うん、でもそのアドレスは僕,に僕のアドレスですよっていうことで紐付ける形で、えっと、残高が管理されているなのでなアドレスも増え続けるんですよね <laughs> そうか、うん、普通のお財布があって小銭入れがあってまた小銭入れができてる<あ>みたいな感じでズル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 ズズル式な感じですねで,すで,すでもまあ自分のものでしたしということで,で<ー>ただそれをまあたどろうと思うと難しいですよね、うん、だからあのなので あのプライバシーは高いというふうには言われています守られるけれども膨大なデータになる、まあ、っていうことですねはあすごい管理大変そうなんですねで,すね、はい、でまあその取引を行う上で、えっと、マイニングという検証作業があるという話をしたんですけど、えー、マイニングというのは、えーまあ、その前のブロック情報を、えー、作り出す上で、まあ、ナンスと呼ばれる えとまあ、ランダムな値を計算している <laughs> N 個のゼロが並ぶ値っていうものを、えー、本当に世界中のマイナーの人たちがこぞってこう計算してで唯一そのナンスをあの見つけることができた人に対して新しく発行されるビットコインっていうものが与えられます、はい、でその、えー、新しく発行される時も実はそのさっきお話しした、まあ、UTXO と呼ばれるものが あの発生してでそれが、まあ、どん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 他のアドレスとかにあの移動していく、はい、そういうような流れになってます。これものすごくだからデータが増えれば増えるほど見つけにくくなっていくって感じですよね,すねだからこそ、はい、これ発行量も少なくなってい,、うん、いくわけなんですねそれだけやっぱりデータが多くなってシステムがやっぱり複雑化していくから。 そうですねで、まあ、マイナーになるためにはえっとまあ、ノードと呼ばれるそのネットワークの,あの構成者にならないといけなくて、うん、あのノードを立ち上げる必要があるんですけど、うん、実はそのノードと呼ばれるものにもいくつか種類があって<ー>まあフルノードと呼ばれるものはまあ全部の機能を備えているそのウォレットの機能もあればマイニングができるような機能もあって、うん、まあルーティングっていうのは、えっと、まあ パソコンとパソコンがこうつながるって、まあ、あのイメージできると思うんですけど、うん、そのつながる機能をルーティングというふうに言ってます、うん、データ管理っていうのは、まあ、ブロックチェーンのデータを持ってるかどうかですね、はい、でまあえっと本当にウォレット機能なしの,あのマイニング専用のノードっていうものもあればブロックチェーンデータを持たないっていう、まあ、軽量比較的そのデータのサイズの小さいノードっていうものもあってえ実はその モバイルウォレットとか個人が使えるようなウォレットもあのブロックチェーンを構成するあのノードの一つとして扱われています。で、まあこういったまあいろんな種類のノードがえっと世界中にこう散らばっていて、で、まあそういった世界中の人たちによってまあブロックチェーンえビットコインっていうのはえ運営されている。これ自分もやりたいです。ノードになりたいです。<laughs> <laughs> って言ったら何かこう。 権利みたいなのあるんですね誰でもなれますね。の何の資格もいらず,いらずチェックもされず、はい、誰,誰でもなれる誰でもなれるそれが<お>あのブロックチェーンあの分散入りますって言ったら入れるんです全然そ,そうですねノードを立ち上げるまあ当然、うん、技術的なハードルはあるのであのそこはまあ一つ課題にはなるんですけど、まあ、そのノードを立ち上げるのを、まあ、仲介するようなサービスとかも、うん、えっとあったあるのでまあ 事業者、まあ、企業とかがじゃブロックチェーンのノードを立ち上げたいとっ,ったときに、まあ、一からその技術を学ぶ企業もあれば、まあ、そういったそのノードをホストするようなサービスを使って、まあ、ブロックチェーンのネットワークに参加するような、まあ、企業もあるので全然誰でも入れるいう。ある程度の技術力と知識は必要だけれども。うです、ね、っいで、まあえっと、一旦流れを整理すると、はい、ビットコインの取引っというのは えまあ僕から内田さんに1ビットコインを送りますって言った時にはえっとその内容に関するデータとそれに対して僕がえっと署名するデータをまずブロッッククチェーーンのネットワークに発信します、うんはい、するとまあ世界中のこの農道の人たちがお「おなんかあの取引をどうやら松島がしたいらしい」みたいな感じであの検知をして。 でまあ、その中のマイナーと呼ばれる人たちが、まあ、取引大丈夫なのかなっていうのを、えーまあ、検証して、はい、チェックしてで大丈夫ですよってなった時には、まあ、ようやくあのあ本当にじゃあお前,お前らも大丈夫だなみたいなみんながその取引大丈夫だっていうことを確認した上でうん、オで OK っ,っ,ってなったらそみんな OK ってなったら、はい、ようやく、えー、内田さんに対してビットコインがこう送られるかつ、まあ、その時にブロックチェーンに、えー、その取引のデータが記録される。へ これ何か不正とかがある場合っていうのはそこで NG が出る場合っていうのがあるんですかそ。そうですね、そうです。うん、そこであのあなんか悪い、えー、こ,ことをしたやつがいるみたいなのでみんながこう検知するというとことです、ね、これもし内田はダメだって <laughs> ダメだっていうことはないわけですよね。<laughs> <laughs> そういう,ふうね審査みたいなね。その、まあ、マイニングのリスクの一つとして <laughs>、はい、えっと51%攻撃っていうのはあるんですけど。51%。まあ要はそのあの能動の。うん 構成する、まあ、その計算力要はネットワーク全体の過半数以上の力を握ってしまえばその取引引あを承認するしないとか,、うん、なんかどの取引を先に承認するとかって全部操作できちゃうんですよねでもビットコイントの場合はやっぱ世界中に参加者も多いですし、うん、かつ計算パワーも今ものすごいこう膨れ上がっているのでなかなかこう不正がしづらいっていうところあるんですけど、うん、平等なねはい。はい あの時価総額の小さいマイナーな暗号資産の場合はその限りではなくてんあなんか突然あのお金持ちがネットワーク入ってきて。 あの内田さんなるほど,、ね、なるほどそうするとじゃあやっぱり多ければ多い人たちが入ってるものの方が安心した平等な取引がされるってことなんですね,ですねはいなので、うん、まあ暗号資産投資を始める時はまずはその時価総額の大きいものからっていうのがまず大原則になるうそういうことなんですねそうです、ね、なるほど、うんうん、でまあビットコインって、まあうん、これまでこう通貨としてこう話してきましたけど 実,実はあの定義とした資産になってますよね。うんはい、で、まあ、それなぜかというと、えっと、ビットコインって実はその通貨として、あの扱うには。 まあボラティリティが大きいしあの決済スピードが遅いっていう問題があるんですよね、はい、クレジットカードとか秒間はまあ数千件処理できるんですけどビットコインとかだとあの秒間でまあ数件とかあの10件行かないぐらいの世界で見渡してそのすそうです,ねですよね <laughs>、はいはい、もう全然あの話にならない <laughs> 集中とかしちゃったらもう何日もかかっちゃうとかう、ね、あるんですかねもしかして取り引が、まあが集中すると当然その処理の速度も遅くなって でその分手数料も上がるっていうような仕組みになっているので、うん、それってなかなか問題だと思うんですけどそうですよね逆に銀行の方が良かったじゃんっていうこと、ね、うですねなりかねませんよね、はい、でまあそういったその、えー、スケーラビリティっていうんですけど取引処理の性能の問題を改善する技術として、まあ、ビットコインではライトニングネットワークというものがありまして要はですねブロックチェーンとはまた別で あの取引をするための、えー、と専用のなんかスペースみたいなものを作って僕と千田さんがあの取引する時って通常だとそれがブロックチェーンに記録されるんで、うん、あの時間がかかっちゃうんですけどじゃあちょっとあのいくらかお互い決めて、うん、あの別でちょっと取引専用スペースを作ろうみたいな感じで作ってその,あのスペース内であれば全然もう少額からあのどんな取引でも何回やってもいいよみたいな。 それはあのノードの人たちはチェックできるで後からチェックする後からチェックしますねその最後の、はい、あのき最後の残高だけ記録するっていう仕組みこっちこの図を見た方がわかりやすいと思うんですけど、はい、え僕と内田さんが仮にまあ5ビットコインずつまあ入れて、うん、まあ10ビットコインのなんかまあスペースができましたと、はい、まあでなった時はまあこの範囲内であればいくらでも あの取引していいしめちゃくちゃ早く取引できますとそのチャンネルのところっていうのは何か承認して、うん、されて出来上がるとかじゃないいやこれも、はい、あの誰でも作れる作れるはいでじゃあその最後あの僕3ビットコイン内田さん7ビットコインで、うんまあ、取引が終わったってなった時には、えー、その最終結果だけビットコインの取引が終わったってなった時にはその最終結果だけビットコインの ブロックチェーンにに記録するそういうい仕組みになってます、うん、なのでだ毎回の取引を引、えっを、と、ブロックチェーンに記録する必要がないのであの取引の処理の性能が上がるかつ、うんまあ、手数料も抑えられるでかつ、えっと、そのスペースが本当にいろんなところにこう作られていてでそれがこうつながることによってこのライトニングネットワークという技術を使ったネットワークっていうものがまた別でこう出来上がっている。 なんとなく平面からすごい立体的な感じになってくるんですね。ずっとするとね、複雑になりそう。そうですね。うん、で、まあこういった決済技術を使えば、ビットコインもまあ通貨として使えるんじゃないかっていうような、えー、まあ立場のあの開発者の方とかも今いるっていう。で、かつこの技術を使って実際。うん あの決済アプリを、はい、あのリリースしているところそれこそあのエルサルバドルがビットコインを法定通貨にしたと思うんですけど、うんえっと、エルサルバドルの、えー、ビットコインを扱うアプリではこのライトニングネットワークの技術があの使われたウォレットっていうのがあってでそれでまあ実際エルサルバドルでどれだけ使われてるかって最近あんまり使われてないみたいなニュースもありますけど、はいまあ、そういった形でこう小売決済とかにもビットコインが使えるっていうふうに、えー、なるんじゃないかっていうようなあの動きもある。 お店ごとにチャンネルを作ったりするようになるのかなっていうねうんコメントも入ってますけどでも限界ってこないんですかです、ね、本当に無限に作れるってなるとなんかすごいデータ的にはすごい量にさらに膨大になりそうな感じはしちゃうんですけどそうですね,ですねただ、うんえっと、このネットワークでどこにつなぐかっていうところが結構重要なポイントになっていて、えっと、例えば僕がこのチャンネルを開いたとしてもどこともつながってなかったら。うん 取引できないんですよね当然あのみんなが参加してくるとなんかこの,この図でいう G みたいになんかハブみたいな感じで集中的にこう集まってくるあのネットワークも集中するし資産も集まってくるようなポイントが出てきてえそれって実はあの中央集権リスクなんじゃないの、うん、っていうような指摘とかもかあ,のあったりはします。はい、そうですね、うん これからいろいろなんかさらに拡大してくると出てきそうですけどね。そうですね。はい、まあその注目すべき技術の一つとしてご紹介しました、はい。そうですね。まあでも技術ですからどんどん進化していくもまたね。そうですね。あることでしょうしね。はい。うん、で、まあビットコインの値動きどうかっていうことで、うんえー、ビットコインが初めてあの決済に使われたのが2010年5月22日、えー、ビットコインピザの日って言われるんですけど。うん まあ2枚のピザが1万ビットコインで取引されたと言われてます、はい、でそれがまあ数千円ぐらいだと思うんですけど、まあ、それが大体10年間で今1000万倍おお<ー>今その1万ビットコインって数百億円になってるっていピザすごいたくさん食べきれるぐらいにない <laughs>、ね、食べきれない,い食べきれないぐらいになってるいるいすごいなでもそれほど数も増えてるわけじゃないんですもんね急激に、ね、そうですねはいすごい これだけ、まあ、大きいダイナミックなダイナミックかつ、まあ、ものすごい速いスピードでビットコインというのは成長しているということが分かるかなと思います,す、ねはい、まだ誕生してから13年かそうですねねえ、うん、そうか高いピザって書いてありますか確かに、はい、でまあなんでビットコイン買われるのっていうところで、えっと、現状を整理すると、まあ、一つは まあ当然暗号資産でリスクが高いというふうに言われているので、まあ、リスクアセットとしてまず買われています、まあ現状これが大半かなというふうには思いますで実際新型コロナウイルスが出てから以降はまあアメリカのナスダックを中心とするナスダック銘柄を中心とするハイテク株とのまあ相関がまあ強いという状況が続いていたので、はい、まあ当然そのハイリスクハイリターンなアセットとして暗号資産というのは売買されていて、はい、まあ当然金利リスクというところもえ非常に受けやすい。 そういういものになってますでただ一方で、えーまあ、インフレとか景気後退の時には、まあ、投資資産としてビットコイン実は買われるっていう側面もあって、はい、まあそれは、えーまあ、国とか金融機関とかが管理していないっていうような性質とあと金と一緒で、あのーまあ、総発行量は決まっているっていうところ誰も操作できないっていうのがあって、えーまあ、金と本当に似通った性質を持っているので、えーまあ、デジタルゴールドとしてビットコインが買われている。まあそれはまさに 今、起きているんですけど、はい、この2つの,あの側面というところが、まあ、大きいいかなと思います,す、ね、リスク資産、他にも、まあ、あのたくさんビットコインのほかにもあるんでしょうけれど、はい、その中でもやっぱりビットコインの存在って特別ってことでですすよねねそうもう1つはやっぱ新興国におけるビットコインの需要というところがあって1、うんはい、一つは、えっと、金融インフラの代替、要はその日本だと。 ものすごいこう堅牢な金融システムがあってあのビットコイン別に国際間決済に使うとかって需要は、まあ、ほぼないとは思うんですけど、うん、でも国際送金をしたことがある人って実はその手数料も高いし時間もかかるしそれめちゃくちゃ不便だよねってかん、うん、感じてる人って実は結構いて、はい、そういう人から見るとビットコインって実はあのものすごい早くあの海外に資産をあの移動できるし、うん、あの手数料も全然あの国際 早期に比べれば安くなるしので、まあ、新興国とかだと日本みたいにそんな金融インフラが整ってないので銀行口座持てない人とかもたくさんいるじゃないですか、はい、まあそういった中では、まあ、ビットコインあの非常にこうもう一つはあの本当にこう自国経済が大きく傾いた時っていうのはあの、まあ、自国通貨を持つより あのグローバルにこう管理体のないビットコインを持った方があのいいんじゃないかっていう需要もあって、はい、でまあデモが起きた時とか、まあ、それこそなんかクーデター起きた時とかっていうのは、うん、ビットコインに実は変わりやすいでまあロシア・ウクライナ戦争の時も、えー、この2つの側面からビットコインが変われたっていう動きもありますし、まあ、こういった新興国におけるビットコイン需要っていうのはあの非常に断続的ではあるんですけど。 あの今後も継続していくのかないいうふうふには思いますね、うんうん、日本でもねデジタルの円をこれから検討していくみたいな,な話がね、うんはい、いろいろありますけどそうなった時のなんか位置づけですよねそうですね、うんまあ、ただまあ日本円もあの、まあ、少し直近落ち着いてますけど円安がまあバンバン増んでた中で,、はいでね、じゃ果たしてどこまでこう日本円って信用できるのって言われるとまあみんな。 実は国民はあんまり意識しないけど、うん、まあ金融業界で携わっている人だったらやっぱ考えたじゃないですか、はい、日本円でいいのかなみたいなそうなんですよねだって自分の資産が目減りしていくわけじゃないですかそうですよね。ってなったときに実はビットコイン持ってた方がいいんじゃないのっていう考えが出てきても全然おかしくないですし、うん、まあそういう人は実際にあの暗号資産投資家の中ではいるっていうことですね。うん、なるるほど、うん、そううすととね価値っていうところでは 今後どうなっているのかっていう、まあ、金の時価総額と比較してここからさらにまあ10倍ぐらいになるっていう予想もあれば、うん、まあそのパイ要はパイの競争なので、まあ、半分ぐらいになるんじゃないか55ぐらいになるんじゃないかっていう予想とかもあったりとかなんかまあいろんな予想があるので <laughs> んなんかまあ10万ドルとかいう人もいますし、はい、まあいろんな予想がありますね。<laughs> そうなんですねはい まあそれだけにちょっと期待もされつつ、ね、そうですねいうところなのかもしれませんはい,はい今日はビットコインとは、はい、についてね,ね、はい、皆さん、えー、聞いていただきました質問も結構入ってるのでここからじゃあ Q&A はい、はい、いきましょうかえー、っとですねじゃあまずチャットに頂い,いてる方からいきましょうねえー、っと えーととドリトル先生からいいたたただきまました、はい、たくさんありがとうございます,ございます自国通貨の代替となると経済破綻して超インフレに陥った国で都合よく使われそう、うん、他国からの経済制裁続く北朝鮮ロシアなどが悪用ししないでしょうか実際これはもうまさに起きていることでアルゼンチンとかベネズエラとかトルコとか。うん あのビットコイン事は実はすごく強くて、うん、あの本当に日経新聞のニュース記事で書かれるぐらいあのビットコインに対する買いは増えているということがまさに起きてますね。うん、でまあ北朝鮮はあの実は暗号資産のハッキングにめちゃくちゃかかってるんじゃないかっていう指摘があったりするんですけど、はいはい、おそらく、えーまあ、何かしら してているだろうなっていうことこが言われてますねでロシアも、まあ、まさにウクライナ戦争が起きた時とかっていうのは制裁回避の手段でマンゴーシ資産注目してましたしその辺りはあの今米国で規制が強まってますけど国際的にこうどうルールを作るのかっていうところが今後重要なのかなという。う その中でロシアからその IT の技術者なんかが結構世界に散らばったって話もあってそう,、ねはい、そうなるとでもロシアも思い通りにはなかなかできなくなっちゃうのかなっていうのも想像できるんですけどね。うはい、そうですねんでなんかまあイーサリアムの開発者が、えっと、ロシアともだ違うんですけど北朝鮮に、はい、と技術提供をしたっていうことでなんか何て言うんでしょう あのせ逆におい、何やってんだみたいなで当局に逮捕されたみたいなニュースがかあったのでなかなかこう難しい面もあるのかなというふうに思います、うんうんうん。確かにそうですね、うん えとドクター・ K さんからマイニングの電気代も高くなるし発行量も4年ごとに減るのでどこかでマイニングが割に合わなくなって止まると思う、うんえー、金が、えー、採掘量が減るのと同じ状態だが価値が上がらないと割に合わないねというふうにて実はマイニングに関するあの事前質問も2ついただいてるんですね,ですねちょっとこちらもお答えいただきましょうか。はい、えーとですね、えー 旅人さんからいただきましたマイニングについて見解を教えてくださいということですね、はい、やっぱり割に合わなくなる時期も来るんじゃないかっていうのも含めてかもしれませんはい、はい、マイニングについてはえっと、ま、事前質問で個人でもできるレベルなのかみたいな話もあったんですけど、うん、今って本当に世界中の企業が参入してきていてなかなか個人では マイニングで勝ち取ることができないような状況にはなりつつあります、うん、で、はいまあ、マイニングに参加するためにはそれこそマイニング専用の,あの大きい機械があの買わないとなかなかこう戦えない状況で、うん、かつそれってものすごい熱を発出するので、うん、それをこう冷却するような。 あの冷やすような環境も必要だし、まあ、それをこう置く場所も必要だしなのでまあ企業がこうマイニングする時っていうのは本当にこう倉庫みたいなところとかを借りて、うん、でそこにこう大量の機械をこう詰めて。 でそこでもばあーって動かしてあのやっているっていうのがまあじあの現状なんですけどす、ね、中国でも工場みたいな感じで,、ねでね、やってるって言いますよね。そうですね。でまあや,やってたか、ねねね、はい。でこれまでまああのうちさんの調子のように中国がこう盛んだったんですけど、まあ2021年のあの規制によってまあ中国ダメになって、まあ今も北米があのマイニングの中心国というふうに言われてます、ねうん。はい。 でまあ、一部そのカザフスタンとかアジアのところにまあ一部、あのマイニング協定があったりとかするんですけど、はい、逆にそのあの中国に集中していたのがあの世界的にちょっとマイ,マイナーが分散したというところで、うん、あのポジティブに捉えられる面はあったのかなというふうに確かに中国に集中となるとちょっとそうです、ね、嫌ですね。はいうん、であのもう一つはあの マイニングも実は取引所とかまあ普通の企業とあのリスクっていうのは一緒であのビットコインの相場がいい時っていうのは当然その分報酬も増えるのでいけいけどんどんみたいになるんですけどまあその時に過剰な設備投資をするとまあ当然このビットコインが2022年から今にかけてこうバーンと下がった時って,きてあのそれだけあの設備投資した時にやっぱ。 借金というか、まあ、お金とかおを融資で受けるそれがまあ返済できないっていうようなところから、うん、まあ実際アメリカの一部企業が経営困難になったりとかっていうのは起きているのでやっぱそのマイニング事業を行う上での、まあ、リスクっていうのは、まあ、当然暗号資産の値動きも当然加味した上で、えー、安定的にやらないといけないのかなっていうふうには思います。た、うん、ただ、うんえっと、そういういい企業破綻みたいなところも あの取引所と一緒で起きてはいるんですけど実はそのビットコインのハッシュレートその計算パワーってあのずっと右肩上がりで上がっていてあの当然その機械の性能も上が,る、うん、上がればあのマ,イナマイニングに参加する人たちも増えるのでる、はい、あのまあ何て言うんですかね当然あの割に合わない。うんえー 割に合わなくなれば当然その効率的に計算できる機会ができてっていうなんかその技術のイタチごっこじゃないですけどなるほどはいそういう形であの続いていくのかなっていうふうには、まあ、見ていって思います。えっ、ー、と今素人太郎さんからいただいたんですけれども企業が参加する意義は何ですか利益追求ですか時代に乗り遅れないためですかそれとも点て点できてますけどこのマイニングに、ね、はい。い 捉え方があるとは思うんですけど、はいえっと、まずあのマイニング事業っていかにこう安くあのマイニング機器を仕入れるかによってるんですよね。で、えっと、ビットメインとかって呼ばれるマイニング機械をあの開発したり、まあ、自分たちでマイニングするような、まあ、有名な機器があるんですけど、まあ、そこが結構あの牛耳っている部分とかもあってなかなかそのビットコインマイニングの機械を仕入れる先を間違えると。 あのコストパフォーマンスがめちゃくちゃ悪くてあの利益がなかなか上がらないっていう人あの企業もあるはん一方で、はいえっと、そういう,ういい先から仕入れられる企業っていうのは非常にこう収益性が高いかつあのそこまでこうリスクが大きくはないので、はい、あの実はいいおいしいビジネスの一つとしてあるっていうところですね。はい、で もう一つは、えっと、企業が参加する意義ですよね。うん、あと、まあ、あの損金、なんでしょう、節税になるっていうところが一つあって、はい、えっと日本でもそういう中小企業支援、なんたら制度みたいなのがあるんですけど、えっと、毎年危機って実はその あの原価消却としてあの金参入できるのでうん、うん、そういったところからあの実はその余剰資金とかを儲かってるきにああそう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 そいうところからマイニング参入したりだとかそれこそ電力会社とかエネルギー会社についてはもともと捨てる予定だったエネルギーをあのマイニングにこう再利用してであの無,駄な無駄になるものからまあビットコインをあの収益としているっていうところとか。ね。うん わかりましたジェイトさんから暗号資産の、えー、設備は進歩が早い分機械自体はすぐに陳腐化するだろうしな設備の資産価値はすごい勢いで減っていくのかなというのもありますけどねこれ技術の進歩もすごいでしょうからそうですね、はいま、ただですねあの半今回あのコロナが起きてサプライチェーンがあの停止したじゃないですか、はい、で半導体の価格がめちゃくちゃ上がったじゃないですか。うん、で もちろんその新しい機械はあの出てくるんですけど実はあの毎年木々ってリセールバリューがめちゃくちゃ高くて、うん、あの全然こう二次流通しているものでも値崩れしづらいみたいなところもあったんですよねただ直近2022年その FTX のグループとかの破綻とかあって、うん、まあ直近ちょっと状況は変わってるんですけど、うん、あの実はあまりこう資産価値ってそこまで落ちないものなのかなっていうふうには思います これでも、まあ、設備投資みたいなものは必要になると思うんですけれど事前質問の中にマイニングは一般人でもできるレベルのものでしょうか計算速度が必要だと思われます、えー、偶然たまたま取れることもあるかと思いますが可能性はあるものでしょうか可能性はゼ,ゼロではないんですけど、はい、先ほどもあのお伝えした通りなかなか個人では難しい、えーね、かなっているというのと、はい、個人が参加する 上でのサービスみたいなところもあって、うんえっと、マイニングプールと呼ばれる要はそのお金だけ預かって、うん、まあ代わりに自分がマイニングするから、はいえっと、そのマイニングレター収益を分配しますみたいなそういうサービスがあるので、はい、個人が参加するのであれば、まあ、そういったあのマイニングを仲介して提供するようなあのそういったところで参加するというのは一つなのかなというふうには思います。た、うん、ただとそういった 業者だとまあ詐欺っぽい形でこうあのー、訴えるような業者もあのあるのでそこはまあ、はい、見極めはあの注意するところかなと思います。はい。処理が遅くなり手数料価格が上がればそこから儲ける方々も出てきますかという質問もいただきました。あもう一回いいですか、えー。処理が遅くなり、はい、あこれ。 あのビットコインの取引の時の処理だと思います。はい、あの処理の時間がが遅くなっってて手数料価格上がってきますよね、うん、そうするとその手数料のやり取りの中で儲ける人たちが出てくる可能性ありますかということだと思うんですけどそれは、えっと、マイナーの人たちは、えっと儲かりますね手数料が上がればね、まあ、そうですね、はい、マイナーの人は儲かるんですけどあの取引する人たちは、まあ、ただ不便になる、うんね、っていうことなんで。うん まあ当然あの取引が増えればマイナーとしてはおいしいビジネスにはなるのかなっていうはいマ、まあ、ネックスいのちさんから頂きました松島さんの予想ありがとうございます,松島,います <laughs> 松島さんの予想では10年後のビットコイン何倍になると予想しますか <laughs> あ難しいですね難しいですね,ね5年後ですよね

<laughs> 小声になりました <laughs>。誘い役<や>の <laughs>、ね、責任。希望としては。希望としては,と,してはということですね。難しい質問ですけどねはい。これ、今回その金融システム不安って、やっぱりビットコインというか。暗号資産周りからだったじゃないですか。どうなんですか。その辺ちょっと落ち着いてきました。いや、あのー、まだ。まだですね。実は、あのー。 暗号資産関連企業と取引していた銀行が3行も全滅したんですよね。うんはい、でじゃあその取引していた人たちのお金って、まあ、当然あのその破綻銀行を買収したところの口座が開けられてうんぬんみたいになるとは思うんですけど、はい、じゃあどこが取引するのってなった時ってまだ分からないんですよね。で,でまあ今ってアメリカの投資家の人たちってあの米ドルを取引所に入金することが できんかまあうんじゃどこの銀行がそれを請け負ってアメリカでど,どういう形で暗号資産取引が取引サービスが再開するのかっていうところがまだわからない、えーまあ、ただ一方そのナスダックとかがまあ暗号資産カストでやるとか。 BNY メロンがまあ暗号資産活性やるとか、一部、やっぱその従来の,あの金融機関が暗号資産関連のまあ預かるようなビジネスに参入してきてはいるので、あの完全にこうそれが停止するみたいなことはないとは思うんですけど、うん一旦はなかなかこう厳しい状況にはなっているのかなっていうふうには思いま,す、ね、まだ今後、その金融機関がちょっと危なくなるとか。 そうですね、企業取引して、まあ、そういう企業が危なくなるとかそういう可能性もまだ残っている、うん、そうですね。うん、なんかまあ,あのアメリカの SEC がやっぱ何でもかんでも証券だとかって言って、うん、あの厳しい規制をこ課そうとしていますしかつ、はい、あの銀行 こうのまあ自己資本比率のところとか情報開示のところとかの規制がおそらく暗号資産関連企業に一部こう適用されてくるのでじゃあその時はおそらく事業者としてはこう事業をこう展開する時のうんとコストってめちゃくちゃ上がったりとか,なんかビジネスやりづらくなるというところもあるのでまあそうれがまああるあの金融市場としてはあってしかるべきなのかもわかんないんですけどでも 逆にこのウェブ3とか言われるような会話の人からからしたら、えー、なんだよみたいなそのそで、ねうん、感じになると思うので、えー、中堅以下のね銀行に対してもちょっと規制がいろいろ加わりそうな感じのねそうです、ね、はい動きになってますので、はい、ちょっと今後もまだまだ見ていかなきゃいけないところなのかもしれないですねそうですねはいわかりました学ぶなこれからだと思いますはい。 今日もコメント本当にたくさんいただきました。皆さん、ありがとうございました。また一ヶ月後ぐらいにね、皆さんとお目にかかれると思いますので、でねはい、ぜひぜひまた参加していただければなと。 質問入ってますけども、もう一個入れちゃおうかな。<あ> <laughs> 今回のシリコンバレー、クレディスイスなどの危機の一方、一部の銀行の株価は上昇しています。仮想通貨バーサス従来型銀行の対決色が濃くなったのでしょうか。という。いやう仮想通貨 V. S. 従来型銀行。というよりはですね。えー、まあ単に。中小企業の、はい、あの財務の。はい 健全性のの問題なのかなかっていうふうふには小さいところから大きな銀行にちょっとお金が流れるとかね,そう,ねそういう感じになりそうですよね,すねだから日本の地銀とかまあ危ないぞとか言われてるじゃないですか、はい、だからまあ銀行のえっとミニマムのんでしょううん,うーんハードルみたいなのが多分全体的にこう引き上げられるん、ね、じゃないかなっていう。えー より強いところが強くなる。そうですねで。強いところにお金が流れる。うん、はい、感じなのかもしれません。だってね、暗号資産の中でもビットコインにお金が流れたわけですからね。そ,ねそ,ねそれと同じようなことがね、銀行でもあるかもしれないってことですね。はい。ということで、そろそろお別れの時間になってきました。<あ>こちらのメルマガ。ぜひ。はい。ウェブスリー関連のメルマガ配信してまして。ちょっと。最近難しい。テーマも扱ったりはしてるんですけど。そうなんですね。 あの最先端の動きを発信しているので無料で利用できますので、はい、ぜひご登録お願いいたします、はいはい、お待ちしておりますそれではまた一ヶ月後ぐらいにお目にかかります、はい、今夜もありがとうございました,ましたさようならああ